結構終わってますから、しっかり手を直して、在庫の詰めていきましょう。はい。シフォンはですね、どんな会社かっていうと、まあ、僕がすごく大事にしてるのは、あの美容師を目指して、よかったなと思えるような会社を目指してます。で、特にそれが内側でどういうものなのかっていうと、やっぱ教育とかにすごく力を入れてて、まあどこの会社もそういうのはあると思うんですけど、特化して言うところといったら、スタイリストになってからの勉強とか教育にすごく力を入れているところがあるかなと思います。大体のサロンはスタイリストになったら、それで教育っていうのは終わりっていうところが多いんですけど、うちはそこからどこまで伸ばせるかっていうところに重点的に置いているので、まあ一般の美容師さんよりはちょっと高い位置の美容師さんを目指していけるようになってるんじゃないかなと思います。で、それをまああまりこう負担かけずに楽しくのびのびと学べるような、全員で作っていこうっていう形が資本なんじゃないかなと思います。僕がシフォンを選んだ理由は、サロン見学を5社見た際に積極的に話を聞いてくれたり、スタッフ全員の方と喋ることができたのはシフォンだけだったので、そこで雰囲気などが知れていい雰囲気だなと思ったのと、その中で練習会の話も聞いたんですけど、練習会では毎日日替わりでスタイリストの方が一人ずつ見てくれるんですけど、練習会の雰囲気も良くて、その中で週休3日制なのでプライベートも充実しているので、仕事とプライベートの両立ができるのがいいなと思ってシフォンに決めました。シフォンに入って一番驚いたのは、早いうちに技術に入れさせていただける点です。実際4月後半ぐらいにはもうお客様のカラーとか入れさせていただいて、やっぱりウィッグで練習するよりも実践で練習した方が何倍もの経験値が得られますし、塗り終わった後も一緒に塗ってくださった先輩方が、ここができていたとか、ここができてなかった、ここができてないとこうなってしまうからこうしようねんとアドバイスをくれたり、実践でしか学べないことを早いうちに学べるっていうのはすごいいいなって感じました。シフォンは時代に合わせたカリキュラムになっているので、私自身は丸2年でジュニアスタイリストデビューさせていただきました。で、今3年目でスタイリストデビューを目標に練習を頑張っています。毎日練習会があるんですけれども、スタイリストの先輩が1人先生として残ってくれるので、しっかりメリハリをつけて充実した練習ができるので、実際にメンズカット入らせていただくようになってからも不安なくお客さんに自信を持って施術できるようになっています。アシスタントの時はシャンプー気持ちいいって言ってもらったりとか、名前覚えてもらうだけですごく嬉しいって感じていたんですけど、スタイリストデビューしてからは私が提案した技術ですごい喜んでもらったりするのが嬉しくて、一番は新規で指名なしで来てくださったお客様が2回目指名して来てくれたりすると、そんなお客様にもっと新しい提案したいなって思ったりとか、もっと頑張ろうって思います。シフォンの練習会は、平日は必ず先生が一人ついてくれることになっているので、わからないことだったりとか質問があればすぐに、先生に、聞けたりするので、
悩みがすぐ解決できるのがシフォンの練習会のいいところです。シフォンではアシスタントからスタイリストになるためのカリキュラムが作られているんですけど、そのカリキュラムでも合格する日数が決まっているので、例えばシャンプーを1ヶ月で合格して、カラーは2ヶ月、パーマは3ヶ月っていうふうに決められているので、間延びすることなくスタイリストになることができます。営業中ではスタッフみんな元気に明るく楽しく営業してくれてるかなって僕から見て思います。また僕が営業中に結構意識していることは、スタッフみんなと、コミュニケーションを取るってことですね。忙しい時もやっぱあるし、まあそれこそ暇な時もあるし、どんな時もやっぱりスタッフとコミュニケーションを取るってことを大事にしていて、それがやっぱり本当に些細なことでもいいし、どんなことでもいいんですけど、会話することによって自分がどういうことを思っているのかとか、相手がどういうことを思っているのかとか分かったりすることも結構多いので、まあそういったことを意識してね、大事にしているかなって思います。動画を見てくださった皆さん、シフォンは、教育体制、スタッフ間での雰囲気、美容師としての将来性、あらゆることに、強みを持ったサロンです。シフォンに来れば必ず美容師として成功できます。ぜひ見学お待ちしております。まだ来てねー。来てねー。おいでー。